くタンポポの花のように強くて可愛らしくなってほしいなっていう思いを込めてポポちゃん。2番、ナズナちゃん。生まれた頃に咲き始めたナズナってお花ありますね。お花に強い子に育ってほしいっていう願いを込めてナズナちゃん。で3番がプランちゃん。これ現地の言葉マレー語で虹を意味するプランギっていう言葉から明るい未来をイメージしてということでプランちゃんというのが候補にあって、これお客様に投票でしていただいて、で6月10日に集計して決定させていただきましたので、これからいよいよ発表させていただきたいと思います。はい、それではですね、いよいよ発表させていただきます。さあ、危ないね、怖い、落ちちゃいそう大丈夫かな。はい、それではね、発表させていただきます。